皆さんこんにちは。 GCN ショーへようこそ。土井ちゃんです。今回2つだけね、告知がございます。1つ目はですね、 GCN プラスで新しいドキュメンタリー番組ノースコースト500ということで、こちらの主役マーク・ボーモントはスコットランドで最も過酷なエンデュランスライドの一つノースコースト500に挑戦することになりました。彼は2015年に記録を更新し、7年後の今ロビー・ミッチェルが持つ世界記録を打ち破ろうとしています。マークは連絡の行き違いや首の怪我によって記録が途絶えそうになったりする中、精神的な強さを見せつけなくてはならない。516マイルの過酷なルートをわずか29時間で走破するマークはノースコースト500の世界記録を更新することができるのだろうか。乞うご期待です。ぜひね、こちら日本語字幕つきますので、皆さんノースコースト、まあ、見たことない、ね、景色もね見れると思いますので、ぜひね GCN プラスご登録の上ご覧いただければと思います。そして2つ目の告知なんですが、 ZWIFT アカデミー2022が始まっております。まだね、参加してない方、興味のある方はぜひ参加してみてください。それと合わせての情報なんですが、 ZWIFT ではプロチーム、プロ選手のトレーニングプログラムが、あってですね、これを実際にやっていただける、まあやれるというね、画期的なものもございまして、僕は先日セップクス選手のトレーニングプログラムをやってみてですね、めちゃめちゃきつかったです。はい、で今後はですね、モビスターのトレーニングプログラムであったりとか、あとはもうすでにゲラン・トーマス選手のものはですね上がってたりとか、そしてワウト・ファン・アルト、そして、マリアンヌ・フォス選手かなのトレーニングプログラムも、あるということなので、もしね興味のある方、プロ選手のトレーニングをやってみたいという方はですね、こういったものも、活用していただけるということなので、ぜひやってみてください。さてリードストーリーなんですけど、今回はね、サイクリング界のマーケティングってどうなんですかということですね。まあ、特にこれ勘違いしてほしくないんですけど、特に僕は何の、日本のそのね代理店の方々が、やってることとか、まあ、知り得ることもないですし、もう少しこうやったらいいのになとか思うことも全く、抱いてはいないんですけど、単純にこう世界的にね、自転車界のマーケティングってどうなんだろうっていうことでね、今回はそういう、まあ、新しく出てきてる製品とかも含めてね、そういった話をメインになんかやっていこうかなっていう、本当に触りだけなんですけど、やっていこうかなと思っております。まあ、例えばなんですけど、変わった形のバイクたち、だから一見ねそういったまあ今はメーカーはね言わないんですが、こう変わった形のバイク、そもそも例えば一昔のサーベルのソロイストとかね、あったじゃないですか。でああいうのっておっとこうちょっと一見そうめちゃくちゃ注目されるんですけど、意外とじゃあすごくね空力がいいとかいろんなことを言い、まあ歌っていってもですね、なかなか消費者はそこにじゃあ本当ソロイストしか走ってないなみたいな、車業界でいう、トヨタプリウスしか走ってないなみたいなね状況って起きないじゃないですか、自転車界って。もちろん自転車を乗ってる人たちとかの、まあ、パイがちっちゃいんであれなんですけど、でもなんかそういうのって結構起きないなというところがあったりとかするんですけど、まあ、最近ねビアンキのオルトレ RC のエアロっていうのね出ましたよね。ハンドルの形状も結構変わってるようなものが出たと思うんですけど、ああいうものとか、あとはトレックのマドンのね、シートをポストの下の部分がもうなくなってるで、あれシートチューブないじゃんみたいな、そういうね形のものができてたりとか、ああいうのってすごいマーケティングの戦略の一部なのかなっていうふうに思ってしまったりとかする方ももしかしたらいるのかなと、まあ視聴者の皆さんもね、僕もまあ一人の人間なのでちょっとね、ああすごいなって思って その購買意欲をこうそそられるような感じはもちろんするんですけど、実際にどうなんだろうというふうには感じてしまいますよね。特に全く批判とかじゃないんですよ。すごい製品作ってるなっていうことも思いつつ、これって乗ったらどうなんだろうって、もう そういう感覚が僕は強いですけど、実際にね
マーケティングの戦略上どうなってんだろうっていうのは感じたりするなと。全くあれですよ、疑いの目はないんですけど、疑いの目しかないだろうみたいな今思いましたね。そんなことないです。はい。で、まあ、大体ね、変わってる形の製品が出るたびに結構ね、やっぱりそのものって注目されますし、今売れますよねっていうふうにも思うんですよね。そんな中でこう、そういった変わった製品が出た時に皆さんって実際にどういうふうに思ってるのかなって、もう実際に、お、これかっこいいな、買うってなるのか、もうなんか、これ大丈夫なんていうふうにこう一歩踏みとどまって客観的に見るのかみたいなね、その辺どうなのか、まあコメント欄でね聞かせてほしいですね。まあなんか結果的にこう最新とか最速とかいろんなね言葉を並べてこう、まあものを作って販売して消費者が購入してっていう形はね、多分今後ずっと続いていくことだと思うんですけど、まあ実際にねそういった変わったものが出た時に、おっって、おっ、注目させるためにやってるのかどうかとかね、まあいろいろあるとは思います。それはね、僕も一度ぐらいはねメーカーで働いてみたいなというふうに思うんですけど、なかなか、そういったチャンスもないので、疑問を抱きながらそれをね視聴者のために解決していきたいなという思いでおります。まあそんなね、変わった製品が、まあ、世の中にはたくさんあるんですけど、その他にもねビッグプーリーとか、あとは何ですか、ピチピチのジャージ、ワンピースとかね、いろいろ出てるじゃないですか。ああいうものを普通に一般の人たちが、レースをやってない人たちでもなんかワンピースを着てとかね、ビッグプーリーをつけてとか、抵抗が減るんですみたいなねことを歌ってる、まあもちろんね、プロ選手とか、まあ別に使っちゃいけないとかそういう話じゃないですよ。プロ選手とかレースでね、本当に50キロの平均時速、まあ50キロの平均時速あんまないか、まあ、45キロの平均時速で200キロ走る中で、そのビッグプーリーを使うことによって、まあ、5% ぐらいね、パワーの消費を少なくすることができました、できるために使ってますと。そういうことだと、まあ、5% って結構でかいので、まあでもこれすごい難しいな、一般の人たちにとっても 5% 結構でかいな、だからちょっと難しいんですけど、なんかその、まあ言ったらもう 1% ですね、 1% の、変わりがあるので、その 1% ビッグプーリーを使うことによってカバーできますっていうふうに考えると、レースをやってるとね、ワールドツアーとかああいうところでレースをやってると、その 1% すごいでかいんで、そのために使うっていうのはすごく効果があるのかなと思うんですが、この辺もね、なんか結構数値的に出して、それをまあ一応ね、ウェブサイトとか一応というか出してると思うんですけど、それをまあ見た時に、実際に消費者の人たちがそれをもう何ていうか、もう全部わかる、ひっくり返すかのように、いろんなことをひっくり返すかのように、うわ変わったわ、これめっちゃいいわっていう体感って実際にあるのかなっていう、僕はね使ったことないので本当に分かんないですよ。なのでこの辺こうビッグプーリーとか、使ってる方がいればぜひね教えてほしいなと思うんですけど、全然これあれですよ、本当に間違えてほしくないんですけど、そういうものを否定してるっていうことでは全くないんです。はい、使えるんだったら使ってみたいんです。でも使ったことがないんです、機会がなくてね。なのでもし、ね、使ってる方がいれば、その一般のものと、一般でプロパーでついてるものとネットビッグプリに交換した時の効果の違いとかをなんか教えていただけると、まあ、コメント欄でね、いろんなこんなことありましたよみたいな、話があればぜひ、ね、教えてほしいなというふうに思います。そして先ほど言った通り、ピチピチのジャージね、体に張り付くようなジャージ、これはどうです、これ一般のサイクリング、ポタリングとかで着ます？着ないですよね。で最初の方ってね、もともとはっていうか15年10年前ぐらいまではね、まだこうピチピチのジャージを着るっていう文化が、まあ10年前はもうあったか、15年前ぐらいまではなかったですね。でそんな中で
その後ピチピチのジャージが出てきて、でワンピースを着るようになる人が出てきて、でこれをじゃあ一般の人たち、まあ、カスタマーの方々にフィードバックしていきましょうみたいな、落とし込んでいきましょうっていう時に、やっぱピチピチのジャージってやっぱ受けなかったですよね。まあ今もそんなに受けてないと思うんですけど、あのね、一部のレースのやる方は結構ガチで、あのワンピースを着てですね、クリテリウム走ったりとかしてる方もね、いるということは聞いたりするんですけど、まあ、実際にポタリングとか普通にサイクリングしている時にそのピチピチのジャージを着て走りたいと思うのかどうかみたいなところってすごく昔から疑問にしか感じておりません。僕はあの実際はロンティーでね、ビブショーツだけ履いてればよかったんじゃないのっていうぐらいのふうに思うんですけど、まあ実際にはね、まあ僕はレースやってたので、そのピチピチのジャージを着てワンピースを着てとかレース走ると、あ、やっぱ全然空力違うよねっていうのはやっぱり体感したりするんですけど、普通に25キロとか20キロ平均で走ってる方々がそれを着た時にそれを感じれるのかどうかみたいなこともやっぱり難しいポイントですよね。あのメーカーさんが表記してるそのデータっていうのはあくまでプロ選手がテストしてとか、まあ、レースを走ってとか何ワットで何キロ走ってとか、そういうもう一般の方ができないようなレベルの話をやっぱり記載してると思うので、この辺はなんかちょっとずつでもいいと思うので、なんか一般の人たちも分かりやすいような形で、マーケティングをしていく、まあ、時期に差し掛かってるんじゃないかなというふうに、すみません生意気ながら思ってしまった次第でございます。決して今までのマーケティングを否定することもないですしっていうところなんですけど、皆さん的にはどう思いますかね。これね、ちょっと皆さんぜひちょっといろんな意見を聞かせていただければなと思うんですが、今後ねどういった形でそういったレースをやる人たちよりも一般のサイクリストたちがどんどんもっともっと増えていく中で、マーケティングも変わっていくのかどうかっていうところもね、注目したいところなんですが、ここはまず皆さんのその辺のデータを見て、まあ、消費者に対して提示されているカタログの数値とかいろんなことも含めてどういうふうに思ってるのか、この辺はねいろいろ、まあ、皆さん聞き出しつつ、今後どうなっていくのかっていうね予想もね皆さんから、いろいろね聞き出して、まあ、コメント欄に、ね、書き込んでいただければなというふうに思います。すいません、なんかちょっと最後グダグダになっちゃったんですが、自転車業界のマーケティングってどうなってんだろうみたいなことでね、ちょっと疑問がいろいろちらほらありましたので、ちょっと皆さんにシェアさせていただきつつ、今後ね自転車業界がもっともっと盛り上がっていくように、なっていくために、もう盛り上がるようになっていくためにいろいろね変化を持たすためにもうですが、ぜひね皆さんいろいろ意見書いていただければと思います。すいません、もう最後になりましたが、もう謝っときます。生意気言ってすいませんでした。リードストーリーは以上です。レースニュース行ってみたいと思います。今回はねトラックチャンピオンズリーグ最終戦ロンドンラウンドが終わっております。まあ、2022年のトラックチャンピオンズリーグはもうこれでね閉幕という形なんですが、まあ、改めまして GCN プラスを通じてご覧いただいた方々、ありがとうございました。最終結果なんですが、まあ、知らない方もいると思いますので振り返っていきますが、最終結果、短距離はですね男子スプリント、そして競輪ともにですね、ラブレイセン選手とリシャートソン選手、まあ、オーストラリアですね、この2名が、まあ、やっぱりもう実力ともにですね、実力と、まあ、アグレッシブさ含めいろんなこと要素を含めなんですが、やっぱり他の選手でも1枚も2枚も上手だったなというふうに感じました。で最終的には、まあ、競輪でね、リシャードソン選手が差し込んだ、まあ、ラブレイセン選手を差し込んだことによって、優勝を守りきったろってことですかね。まあ、そういった形で最後まで、まあ、ドキドキするような展開を作り上げて、大変素晴らしかったなと思います。女子に関してはグロス選手と、ケルシー・ミッチェル選手の、まあ、一騎打ちっていう形になってしまったと思うんですけど、まあ、こちらもね最後の最後まで激戦を繰り広げて、エンターテインメント性を高める形の、レースを作り上げてくださったなと思います。まあ GCN プラスを通じて、
ね、ご覧いただいた方々はもう大変ね、この短距離のメンバーたちの走りを見てですね、いろんな感情を抱いたんじゃないかなというふうに感じております。中距離に関しては女子選手がですね、ジェニファー・バレンテ選手、そして、ケイト・アーチボルト選手、この2名がもうやっぱりね、なんか2名が常になんか抜きに出てるような感じでしたね。まあ、スクラッチ、エリミネーション含め、やっぱり最後の最後まで勝負を繰り広げるのがこの2名、そしてプラス1名ぐらいな感じでしたが、まあポイント差を見るとね、分かりますよね。まあ1着のバレンツ選手は161ポイント、そしてアーチボルト選手が158ポイントということで、まあ大変僅差で、そういった勝負の流れがどうなっていくのかみたいなことを予想しづらい、そしてそんな予想しづらい展開が、視聴者の皆さんを楽しませたんじゃないかなというふうに感じております。男子に関してはイムホフ選手、スイスの選手、これこちらはもうおそらく世界の中距離の業界を引っ張っていくであろう、そんな選手じゃないかなというふうに思うので、ぜひ覚えておいてほしいですね。そして2着にはセバスチャン・モラ選手、こちらはですね、僕が所属してたマトリックスっていうね、大阪のチームがあるんですが、ここにもね、一時所属したことがある、そんな、過去もねある選手で、ここまで、まあ、トラックで大活躍している選手と昔から変わんないんですけど、今現在も第一線でやってるっていうことで、まあ、2着に入っております。こちらポイント差がねほぼないんですが、まあ、着順で決まったって感じですかね。はい、ということで、まあ、今年もですね、2022年度、トラックチャンピオンズリーグ GCN プラスを通じてご覧いただいた方々、大変ありがとうございました。来年もですね、引き続き、まあ、実況解説付きでね、こういったレース放送していくと思いますので、ぜひね、興味のある方はご覧いただければなというふうに思います。さて続いてはですね、ちょっと寂しい話にはなってしまうんですが、ダビデ・レベリン選手、皆さんご存知でしょうか。先日ですね、トラックに跳ねられる形で、亡くなってしまいました。僕もですね、レベリン選手とは、そうですね、2005年ぐらいからいろんなレースをね、一緒に走ることがあって、すごいなって、このスパー選手ね、スター選手の後ろで走れるってすごく幸せだなって思いながらね、お前もっと頑張れよって自分に言い聞かせながらね、走った記憶があるんですけど、ね、トラックにね跳ねられる形で亡くなってしまったということで、大変残念な、感じになってしまいました。まあレベリン選手はですね、実際に1992年にプロ選手として活動を始めて、まあ、当時は GB っていうね、テクノジムっていうと多分おそらく知ってる方も多いのかなと思うんですが、あとは1996年ポルティに関してはおそらく今現在インターマックスの代表である今中大輔さんのおそらくチームメイトだったんじゃないかなということで、こちらもねすごく記憶に残ってる方が多いのかなというふうに思います。97年にはフランセーズ・デ・ジューに移籍して、再びポルティに返り咲いて、で2000年から2001年はビクイガスで走り、2002年からゲロルシュタイナーで、このあたりが2008年まではねゲロルシュタイナーということなので、2005年から2008年まではねゲロルシュタイナーっていうチームのジャージを着ているレベリン選手を僕が憧れながら見てたっていうね、そんな思い出もあります。まあその後はいろんなチームですね、まあ、渡り歩きながら、2022年、まあ、ほんの少し前までプロ選手として大活躍してた、こんな、ね、レベリン選手がそういった形でね、この世を去ってしまうっていうことが大変悲しく感じているところですが、身長171センチ、63キロということで、体型的にはね、僕と同じぐらいの、感じで、こんな同じような体型の選手がね大活躍するっていうのはすごいなっていつも見てましたが、結果としてはですね、フレッシュアローの3勝、リエージ・バストン・リエージ1勝、キレーノ・アドリアティコ総合優勝1回、パリ・ニースも総合優勝1回、アムステル・ゴールド・レースも2004年に勝ってます。勝ってるレースをね上げるとキリがないんですが、大変世界
の、プロ選手の中から、からですね、すごく親しまれた、そんな素晴らしい選手だったと思います。ね、すごく残念なんですが、こういった事故がないようにですね、ぜひ、皆さんにも今一度注意していただいて、安全にね、サイクリングしてほしいなというふうに、思います。とても残念です。続いて、配信予定です。今現在はですね、シクロクロスの、レースたくさんやっております。先日もですね、マチュー・ファンデルプール選手がね、ワールドカップ第8戦で、ファンアルト選手を下し、優勝したということで大変盛り上がりました。今後ね、世界選手権も含めどうなっていくのかわからない感じはしますが、ぜひですね、GCN プラスを通じて、シクロクロスの中継ございますので、英語実況配信になってしまうんですが、気にならない方はぜひね、GCN プラスを通じてシクロクロスご覧いただければというふうに思います。テックオブザウィーク、今回はパック・ピーテルスのインフライト、こちらアンダー23のね、世界チャンピオン、女子の世界チャンピオンの選手なんですが、すごく変わったカラーリングのものを使用してるなということで、マッドなコンディションであったりとか、マウンテンバイクも含めすごくやっぱりね、テクニックがもう抜きに出ている、そんな選手なんですけど、以前乗ってたキャニオンのインフライトのスペックとしてはですね、なんか DRX のグループセットをとデュラ S のグループセットをミックスアップして使ってるっていうのがすごく印象的で、GRX といえばね、やっぱりあの STR レバーの形が特殊な形をしていて、グラベルとかの路面からの情報伝達が優れているようなね、っていうことも聞いたりするんですが、今現在は新しい、キャニオンインフライトに対しては、12速の、R9270 のモデルを、使っているということなので、この辺ね、今後おそらく大きな活躍をですね、全てのレースでしてくるであろうと、目立つ選手なので、ぜひね、このピーテルス選手の名前覚えていただければと思います。すごくかっこいいと思いますね。このバイクについての感想等々コメント欄でお待ちしてます。キャプションコンペティション、こちらのコーナーは1枚の写真を皆さんにお見せして、そちらにキャプションをつけていただき、優れた方1名に素敵なプレゼントをお送りさせていただくコーナーです。さて、先週の写真を見ていきましょう。こちらです。ちょっとね、絡みづらい、写真でしたかね。どうでしょう。さて、今回のキャプションコンペティションチャンピオンはこの人にしたいと思います。黒猫カオスさんのキャプションコンペティション、来シーズンはタイガー魔法瓶と吉野石膏がスポンサーになったよっていうね。吉野石膏とかタイガー魔法瓶はさすがに知ってる人多いのかな。吉野石膏ってどうでしょう、有名なの、有名なんですか。結構有名ですよね。1901年からある会社、従業員数900名のですね、タイガーボード製品、石膏ボードとかプラスターボード、そういったね、防音壁とか、言ったらもう壁を作ってる会社みたいな感じですかね。ちょっとね、僕もあんまり詳しくないんですけど、タイガーボードというね、タイガーボード製品というものを製作している会社ですごく有名な、吉野石膏、ぜひ覚えていただければと、これを機会にですね、一つ、勉強していただければなと思います。黒猫カオスさん、うまかったです。来週も期待してますよ。さて、今週の写真を見ていきましょう。こちらです。なんとなくこのね、お面がめちゃくちゃ似合うクリス・フーム。さて、 GCN ジャパンチームの大喜利です。どれにしようかな。松村、これドーピング検査大丈夫やったっけ。皆さんだったらどんなキャプションをつけるでしょうか。楽しみにしてますよ。サイクリングインスピレーション、こんにちは、 GCN ジャパンの松村です。サイクリングインスピレーションは GCN のアプリ、その中にあるサイクリングインスピレーションというコーナーに投稿していただいたたくさんの写真の中から1位から3位まで選んでご紹介していくというコーナーです。さあ、今週の第3位から見ていきましょう。こちらの写真です。熱海までサイクリング、ちょうど夕暮れ時にいい感じのポイントに着きましたね。楽しそうなライドだったことが伺えます。こちらの方にはボトルを2本お送りします。さあ、今週の第2位はこちらの写真です。果て南薩摩、どこか寂しさを感じる景色でした。色味が少し赤に寄っているのと、景色のビジュアルで
独特な雰囲気で旅の情緒を感じますね。こちらの方にはビブショーツをお送りします。さあ今週の第1位はこちらの写真です。本栖湖ヒルクライム。本栖湖からの富士山の景色は絶景でした。雪化粧もし始めて冬の訪れを感じました。これはもう年賀状のやつですね。富士山に明るさを合わせてバイクは街灯か何かで照らされているのか、露出設定がうまくいったかなと思います。こちらの方にはサイクルジャージ上下でお送りします。さあ今回受賞された方はご自身のアプリのプロフィール画面のところに行って、今回受賞された作品のところをスクリーンショットでバシャッと撮って、こちらのメールアドレスに受賞したよという連絡をお願いします。来週のサイクリングインスピレーション第1位もですね、サイクルジャージを上下でお送りする予定ですので、まだインスピレーション投稿したことがないという方はこの機会にぜひ GCL のアプリをダウンロードしてサイクリングインスピレーションに投稿をお願いいたします。コメントオブザウィーク、こちらのコーナーはさまざまな動画にいただいたコメントを僕がピックアップして紹介していくコーナーです。まず一つ目、キッズバイクを選ぶためのポイントの動画にいただいたコメントですね。ブレーキレバーにね指がかかるようにしたいんだけど、それをすることによって、まあ、支障が出ないか心配だと、まあ、どっちを取るべきでしょうかということですね。間違いなくブレーキ。やっぱりねブレーキしっかりブレーキをかけてしっかりバイクを止めるっていうことができないとですね、やっぱり危険ですねこれは。なのでこういった調整をしてブレーキレバーに手が届くように、まあ、指が届くように、調整をしたっていうことはですねすごく、いいと思います。ただ一つだけ、ブレーキって握り始めてある程度ちょっと握り始めるとブレーキは初期制動が始まって、でそこからギュッともっと握るとあすごいまた効いてきたみたいなね、そういう感覚って結構ねブレーキレバーの握りしろをこう狭めてしまうと、なんていうんですかね、ピーキーになっちゃうっていうか、こう握ったらもうあれもう効いちゃったみたいな感じになっちゃうんですね。なのでそういったブレーキをコントロールしながら、例えばクリテリウムとかね、まあ、公園で子供たちが遊んでるなんていう場合だと別に大丈夫だと思うんですが、レースとかでね走るってことを考えると、あとは実際に道路に出てとかね、集団走行するとか、まあ、子供なんでねそこまでまあ考えなくてもいいと思うんですけど、ブレーキってやっぱりねどれだけうまくコントロールできるかでやっぱり走りがどんどん変わっていく、まあ、一つの大事なポイントなんですよね。なのでお子さんにはある程度ねちゃんと指の長さとかを常に、把握していただきながら、こまめにその幅の調整をして、ブレーキをかけた時の感覚っていうのをしっかりとお子さんにね身につけていただくっていうのは大事かなと思いますので、まずはね指に届くってことが大前提、そこからちょっとずつねそういう幅を調整してしっかりとブレーキコントロールスキルっていうのを、身につけていけるようにサポートしていってほしいなというふうに思います。これね僕ちょっと疑問に思ったのがドロップハンドルバーなのかフラットバーなのかっていうのがちょっとわからなかったので、またね再び、コメント欄に書き込んでいただけると、もっと詳しく解説していきたいと思います。コメントいただきましてありがとうございました。はい、続いて質問です。FTP250 から350ぐらいならトレーニング次第になんとかなりそうということですが、実際そこまで FTP を上げるとなるとドイちゃんならどんなトレーニングをしてますかと、しますかと、この YS さんはですね今250ぐらいでパワーウェイトレシオ 4.1 から 4.2 十分強いと思いますけどね、なんか走り方次第でレースでも勝てそうなぐらいの数値だなと思いますけどね。来年の富士ヒルでシルバー以上を目標にトレーニングしてると、で半年ほど FTP が伸び悩んでいます。平日はズイフトで L3L4 がメインのワークアウト、そして土日は合わせて200キロぐらい走ることが多いですということですね。まあ結構ねどうなんですかね、まあ、ライフスタイル、まあ、日本って本当にやっぱり仕事をする時間が長い感じがするんですけど、まあ、仕事の業種によると思うんですけど、もし毎日ちょっと頑張って時間を作れば1時間ぐらいだったら朝か仕事終わりか時間取れますよみたいな感じであれば、あえてその土日にロングライドをするっていう
ことよりも、もちろんねできるんであればしてもらっていいんですけど、よりも、僕が実際にこう選手辞めてから1年以上、まあもう自転車にほぼ乗らずに、YouTube の撮影の時だけっていうか感じでやってたんですけど、まあ一時、ライド仲間ができて、まあマジで練習するようになって、でまあ朝の時間しかね、もう僕は時間が取れなかったので、2ヶ月半、3ヶ月ぐらい真面目に、練習したっていうか走ってたんですね、仲間と一緒に。で何やってたかって、もう毎日28キロから35キロ、まあ土曜日とかもし朝行ける時は、80キロとか、走る時もありましたけど、そんなに走ってないですね。月まあ1200キロとか1300キロぐらいも走ったかな。でそれを3ヶ月続けて、その数値がぐわっと上がったんですけど、何をやってたかって、トレーニングはですね、大体その峠がね必ずあるんですけど、家の近くにどれを選ぶかみたいな感じで、結構ねバリエーション豊富なんですけど、大体5キロから6キロの上りで、常にこう何て言うんですか、最初の方は一定の、例えば 250W、まあ、FTP のゾーンで、10分とか15分とかをずっと淡々と走り始めるところから始めて、である程度まあその数値で、まあ、心拍数も落ち着いてきて走れるようになったら、そこから、1ヶ月後ぐらいしてですね、まあ、トレーニングの内容変えていくんですけど、何やったかっていうと、ちょっと数値を上げて、例えば280で4分5分走って、また4分5分休んで、同じことをこれ峠を終わる、峠に入ったらそれを峠の頂上までできる限りやり続けるっていうやつですね。例えば10キロぐらいの峠だったら、まあ、大体ね25分から30分ぐらいかかるんですけど、その峠で、その峠の間はそういうインターバルを常にやって、トップまで行って、で下りは下りでですね、結構走りやすいんで、まあ環境もあるかもしれないんですけど、インターバルがしやすい場所だったので、それをまあ3ヶ月4ヶ月続けた時に、まあ結果的に FTP がもう350近くまでまた戻って、まあまあ10分15分だったらそうですね、6倍ぐらいでは走れるようになったっていう経緯があって、体重もねそこで7キロぐらい落ちて3ヶ月で、まあどうでしょうね、僕が多分そういう体質だからできる可能性もあるので、僕ができたからできますよっていうふうには言いたくないことでもあるんですけど、まあ毎日Zwiftとかを使ってトレーニングをやるっていうことは間違ってないと思いますし、どれだけ継続して毎日走り続けられるかっていうことが一番大事だと思いますね。3日やって2日休んでまたロングライド行くみたいな感じだと、結構その2日間で結構落ちるんで、体力もせっかく積み上げたものがその2日でまたフラットゼロに戻っちゃうみたいなこともありますので、そうならないためにも毎日こうトレーニングを続けるっていうことがまずはやってほしいかなと。でもし L3、L4 である程度、まあ、余裕を持ってできる感じだったら、そこから 5% とか数値をちょっと上げた時間帯を、例えば、まあ、5分とか何分やってるかはちょっとわからないんですけど、そのインターバルの最後の方の30秒間だけちょっと数値をガッと上げて耐えるみたいなこともやってみるといいかもしれないですね。なんかその L3、L4 とかで、まあ、どれぐらいとか、Zwiftでどんなトレーニングやってるかみたいなこともね分かると、すごくアドバイスしやすいなと思います。ちなみに、今日の夜からですね、Zwiftのミートアップを再開するので、ぜひね僕がやるトレーニングにも、参加していただければなと思います。僕の Zwiftアカウントはゆきひろどい GCN で検索していただければ、フォローしていただければですね、ミートアップの招待も送りますので、はい、ぜひちょっと一緒にトレーニングして、目指せ 300W、ね、目指せ富士ヒルシルバー以上獲得ね、頑張っていきましょう。応援してます。今週のチャンネルラインナップです。今週は土曜日、サイクリストのためのクリスマスプレゼントは何がいいのか。土曜日、インドアセッション1時間くらいかなのやつですね。インドアセッション85だったと思います。日曜日、ウェット路面はどう走ればいいのか。月曜日、ブレーキシステムがダメになるミステイク。火曜日、GCN ジャパンショー。結構豊富にラインナップされております。はい、今週はですね、そうですね、まあサイクリング界の、自転車業界のマーケティングについて、まあマーケティングにねあんまり関わったことがないので、
ちょっとわからない部分多かったんですが、皆さん的に今現在行われているサイクリング界のマーケティングについて何か異議申したいっていう方はですね、コメント欄を埋めていただければと思います。ということでね、今週も様々な動画があります。新しい動画が上がった際にね、通知が行くように、ぜひ GCN JAPAN のチャンネル登録をしていただき、通知の設定の方よろしくお願いいたします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。